シーブメッセージ。アシュさん。おう、リーファーじゃねえか。どうして？リンさんはいないのかな。え、リンに用事か。はい、ご迷惑じゃなければリンさんと一緒にお散歩に出たいな、なんて。問題ナッシング。あんたと一緒ならビッグウェルカムだ。ちょっと待ってな。やった、ありがとうございます。リンさん、こっちこっち。は、はい。ほら、ここすごくいい眺めでしょ。うわー、妖精の世界が一望できる、そんな感じです。でしょでしょ、ここってあたしのとっておきの場所なんだ。ありがとうございます、リーファさん。でもどうして私のこと誘い出してくれたんですか？それはね、リンさんっていつもアッシュさんと交代しながらの存在だから。あんまり話す機会ないし、ここなら春雪くんもクラインさんもいないから、アッシュさんも出てこないかなと。確かに有田さんがいるといつも兄は怒りながら出てきますし、クラインさんがいる時も仲がいいからなのか出てきたがりますね。それに私、リンさんと一度話してみたかったの。それはどうしてですか？リンさんのお兄さん、アッシュさんってさ、今でも病院で寝てるんだよね。はい。それってね、私のお兄ちゃんと同じなの。リーファさんのお兄さんってキリトさんですよね。うん、前のゲームでね、お兄ちゃんが先にダイブして、そのままお兄ちゃんは囚われの人となった。デスゲーム化した VRMMO の旅衆になってログアウトできなくなったんだよ。病院に入院させられて、点滴を刺されながら痩せ細っていくお兄ちゃんを見るのは辛かったよ。だから私もダイブすることを決意したの。リーファさん。だからね、もしリンさんがお兄さんのことを考えて苦しかったり辛かったりするなら、決して諦めないで。現実でもこの世界でも、リンさんの声はきっとお兄さんに届いてるはずだから、その声を聞いてなんとか戻ってやるぞって頑張ってるはずだから、だから諦めないで声をかけ続けてあげてね、リーファさん。はい、ありがとうございます。私、今の言葉を忘れません。元の世界に帰っても胸に刻んで生きていこうって思います。そこまで大げさなものでもないけど、うん、そうしてもらえると嬉しいよ。リンさんのお兄さんもきっとそう思ってるよ。はい、